にちは、マジセミの寺田です。今日はですね、セミナーの紹介をしていきます。12月17日火曜日ですね、15時半から開催される、こちらのセミナーですけども、日本とですね、欧米の、IT 体制の格差の話、先日トレンド解説でしましたけども、そのセミナーです。格差についての説明をしましょうということですが、なんでそんな話、セミナーを開催するかというとですね、デジタルトランスフォーメーション重要だねという話がありますよね。で、2025年の格差、2025年の崖ですね。これ経済産業省からこういうレポートが出ているわけなんですけど、これを乗り越えないといけませんねという中で、ですね、やっぱりエンジニアが大量に不足しているというのが、一つ日本の問題ですよね。デジタルトランスフォーメーションに対応するためにはですね、当然ながらエンジニア、IT エンジニアが非常に必要なわけで、重要なわけなんですけども、絶対数が足りてないという中で、どうすればいいのかというところです。で、このセミナーではですね、まず日本と欧米とですね、そもそも IT 体制に対する考え方が違うし、実態結構違うんだよっていう話をですね、していきます。これトレンド解説でも言いましたけども、まずですね、ユーザー企業が欧米の場合ユーザー企業が直接エンジニア雇用しているというのもあるんですけども、それもに加えてですね、人口に対するそもそも比率が違いますと、つまり、より多くのですね、人が IT エンジニアになってくれていると、日本は一時期ですね、ちょっと 3K とか 7K とかちょっと言われて、エンジニアのこう人気が下がった時期があった、それが影響しているのかもしれないんですけど、比率がちょっと少ないですと、日本はですね。最後にですね、やっぱ外国のエンジニアの活用がだいぶ欧米の方はですね、進んでいるということですね。これ英語ができるっていうか、英語でコミュニケーションができるので、グローバルな IT の人材を活用できるっていうところもあるんですけども、それ以外にもやっぱりポリシーがですね、違うと思うんですね。どんどん外国のエンジニア活用していこうっていう、日本だとですね、どうも外国のエンジニアはちょっと品質が悪いんじゃないかみたいなふうに思っちゃってる人も多いと思うんですけど、そうじゃなくてですね、どんどん活用していこうっていうのがやっぱ欧米のスタイルということで、なんとですね、エンジニアの数が、それも含めて外国人も含めると、20倍も違うと、20倍も違ったらなかなかじゃあ DX で競争って結構難しいじゃないですか。そんな話をですね、このセミナーではやっていきます。12月の17日ですね、15時半から、やりますので、ぜひですね、ご参加いただければと思います。概要欄に、URL を貼ってありますので、お申し込みよろしくお願いします。